皆さんこんにちは。キリン担当の川野です。松谷です。今からキリンの体重測定をしたいと思います。ここに、キリンの体重を測る体重計があります。ただこの体重計が高さが30センチぐらいあるので、こちらに砂を使ってスロープを作っています。で、キリンをですね、こちらのターゲット号と呼ばれる、ここに来てねっていう目印ですね、これを使って体重計の上に誘導していきます。今からこちらのオスキリンの松谷で、どんな風にやるのか説明していきたいと思います。このターゲット号を使って、ここにタッチしたら OK ですよっていう合図になって、下のキリン角が1本しかないんですけど2本になりました。はい、でこれで、誘導していきます、タッチしたらご飯ですね。体重計の上に乗ったらこちらに体重が表示されます。では早速オスキリンのリンクに協力をしてもらって体重を測りたいと思います。今日のリン君の体重は 903kg でした。リン君は 900kg 前後ぐらいなので、いつも通りの体重でした。この体重測定を月に1回行い、給餌内容など栄養管理に役立てています。これからもキリンの生活の質の向上に努めていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。このように体重計の上に誘導していきます。ごめんちょっと待ってびっくりした。この体重測定を月に1回行い、はい、行きましょう、どうぞ。この体重測定を